はい、どうもこんにちは、アクセです。ワンショット続きやりますか。よいしょ。右上、これあれですか、あの顔の音ゲー違うか。おはよう、カセ。まだそこにいる？はい、よかった。今起きたよ。今ね、夢を見てた。知ってる？本当？すごい。家に、ミが住んでた家に帰ってこれたんだってそう思ったんだ。ああ、ミの世界だと太陽は電球じゃないんだよ。空に浮かぶ大きな火の玉なんだ。この世界、神様の世界とは違って手に持つことはできないんだ。ここは私の世界じゃないぞ。え？私はこの世界の住人ではないんだ。そうなの？そうか、そうだよね。この世界の神様だからってここに住んでるとは限らないもんね。なんかあれだな、もうちょい、もうちょい上か。よいしょ。神様が住んでる世界はなんて呼ばれてるの？地球。地球？地球って地の宮殿って意味？あ、もしかして地中で暮らしてるの？違います。じゃあミーと一緒だ。でも、トガリネズミとかノネズミとか、そういう生き物は地中に住んでるよね。神様の世界にも太陽はある？まあ、こっちでも火の玉です。ほんと？すごい。手で持てる？まぬけな質問だったよね。ミーの世界では太陽がすごく明るいんだ。それに暖かい。見たでしょ？でも時々いなくなっちゃうんだ、夜とかに。何もかも暗くなる、この世界みたいに。でも次の日には必ず戻ってくるから大丈夫なんだ。すごいでしょ。一緒だよ。そっか、神様は夜に寝るの？ミーの世界だとみんなお布団に入るんだ。でも時々熱にコンピューターをいじっている人もいる。コンピューターは説明しなくてもわかるよね。この世界にもたくさんあるし。そうそう、先に進もうか。だいたいあれなんですね、ニコが住んでた世界っていうのは俺とあんま変わらない地球に似た環境なのかな。つまり真ん中に行くから、行くところからか。彼女は鉱山に行くね。なんでだよ。もう一回行かなきゃいけないのか、これ。違う。これ持ってけってことだね。よし。これ見せたらいいってことじゃない？お！これは峡谷の琥珀ですね。記憶が戻ってきました。追跡システムを起動中、コースを設定中。おや？この船は重量をオーバーしています。あなたの食事所持品をいくつか置いていく必要があります。じゃあバールのようなものはいらないかな。あとはガスマスク、手袋。おい、どこに捨ててんだよ。気は入らないです。それでは出発しましょう。いや、バールいるくね。最近、おお、かわいい。絵がいいね、このゲーム。本当にあれ、下に光ってるのはエビかな。これで第2層目ですか。お、なんかホタルみたいなのがめちゃくちゃ飛んでる。到着しました。峡谷です。北の方に村があるはずです。それ以上は何も覚えていません。それではあなたの使命が成功しますように。帰っちゃうの？はい、持ち場に戻らなければなりません。でもまた一人ぼっちになっちゃうよ。大丈夫です。私は声優化されていませんから。声優化ね。そう、ここは草がいっぱいありますね。ここは何だろう。うお、町、建物が見えますね。壁みたいなのがあるのかな。おう、なんだ、ちょっとお姉さん、お姉さん、俺ここだ。よし、ママのためにホタルを捕まえるんだ。くっす、やっぱりこれホタルか、飛んでるのは。
てか、なんだこいつ、人、鳥、なんだろう。家が結構あるな。魚の頭がたくさん。おお、釣りしてる。何も釣れねえな。ここら辺に住んでる人もいるんだね、峡谷エリアに。次移る前に家の中入りますか。どうなってんだ。かつて人々はこの遺跡に住んでいた。だが洪水が起きたせいでほとんどのものが去っていってしまったのさ。洪水？ああ、そして大地は脆くなった。峡谷は昔、一つのつながった大地だった。だが今ではただの島の集まりだ。縮小もずっと続いている。そう。まだここに住んでるの？まあな、村吹きの魚の数が減少してきているから、俺たち領民かな、領民はここに、一時的に身を寄せている。多くの遺跡は放棄されてからしばらく経つかな。だがそこから出入りする子供たちを見かけることがある。おそらくここに住んでいるのだろう。なるほど。もともとは地続きだったのが、洪水でこういうことになったんですね。だからここはもう島みたいになってるんだ。よいしょ。上にも行ける、下にも行ける。こういう時は上から行こう。音楽が違う。お、すごい。町だ、完全に。領民の方がいますね。村を覆っていた苔のほとんどはすでに光を失っている。大地の境界に残っているわずかな苔がなければ、住民はあっけなく海へと沈んでいくだろう。光なくして地面と水の境界線を見分けることはできない。あ、この浮いてる苔で地面と海が分かれてるってこと？こんにちは。そんな風にくるくるしてると目回っちゃうよ。私は塔なの。え？太陽の光を世界中に広めるためにずっとぐるぐる回ってたんだっておじいちゃんが言ってた。私も見てみたいな。でもミーが来たからもう時間の問題ってやつじゃないかな。わあ、そうやって太陽？うん。しかも手で持ってるの？熱くない？そうでもないよ。ポカポカしてる。あったかいんだ。これ。先週釣りに出かけた時に四角形を見た。危険だと分かっていたから近寄らなかったけどな。四角形？そう、四角形。あれはかなり厄介だ。何ですか、四角形。四角形には近づくな。いいな。もしかして、俺がガスマスクの金庫を開けた時に出てきたやつのことかな。パパがね、この世界は重い病気にかかってるって言ってたの。でもきっと、河川がきっと治してくれるの。もしかして河川？少し違うかな。ミーは神様が送ったただの救世主。河川とお話できるけどね。わあ、それってどんな感じなの？すっごいよ。河川のこと見えたりする？いや、頭の中で声が聞こえるだけ。この世界では、どうやら俺は神として知られているらしいですね。どうやら俺は神として知る。あ、違う音が鳴る。うわ、なんだ、壺が、すごい。これで全部だ。穀物の備蓄はこれしか残ってない。しかもネズミが来て困っている。そういうのは猫を飼うなどう？ミーは猫じゃないよ。確かに猫あれだな。一匹街で探してくれるといとこに頼んでみるか。最近そいつがそこに引っ越したんだ。ほうほうほう。この大地は急速に分裂を繰り返し、この街がいつか海に飲み込まれてしまうなんて考えたくないよ。また住む場所を見つけないと。ちょっとずつ沈んでいってるのかな。世界はゆっくりと崩壊し始めている。まだ必死に生きようとしているが、だとしてもいつか世界が諦める日が来るだろう。その日が訪れるまで長生きしたくはないね。ミーが太陽を元の場所に戻すよ。けれど根本的な問題の解決にはならない。あのお姉さんが言ってたことと同じだ。だが気を落とさないでくれ。太陽がなければ世界はもっと早く滅びてしまうんだから。せめてきっとみんなもう一度太陽を見たいはず。どっちみち終わるんですよねっていう話ですよね。あ、声違う。太陽がないせいで作物があまり育たない。それに備蓄もいつまで持つかわからない。頼む救世主、急いでくれ。
うん、頑張ってみる。うん、彼女は、こんばんは。うん、ラムの世話を手伝ってくれるものが必要だな。ラムって羊だよね。ミーできるよ。ミーの世界で大人がやってるのを見たことある。とりあえず押せばいいんだよね。うん、だから君は太陽を持ってる。そう、それじゃ太陽を見ておいてくれないかな。それはできない。僕はただの死がないラムガイだ。そう、わかった。手が空いたら戻ってきてくれ。ラムたちの世話をしてくれたら報酬を与えよう。うわーうわーちょっとクレイジーなラムがいます報酬ってなんだろう。まあここで何かもらえるということは覚えておこう。こんにちはーす。いやー、ブツブツ交換かい。ブツブツ交換。そうさ、処分したいものはある？いらないものをくれた引き換えに何かあげよう。何かあるかな。なんか持ってたっけ。ないね、今のところ。もう大体のものを置いてきちゃったね。祭壇、変わった建物だな。洪水は農地を奪っていく。でも魚は奪えない。まあねだからみんな領民なのか。ここは入り口がツタで覆われている。ちょっとずつ謎が出てきましたね。どうやって解いていくかですけど、これは上の方は何もないかな。一回鳩場まで戻って下に行きますか。切り株だ。アルーラ、アルーラ、おーい河川、今の聞こえた？アルーラ、南東の方から聞こえるよ。人の名前かな。南の東、彼ですか。なあ、そこの君、小さな女の子を見なかったか。君より少し背が低くて、あとで、それ太陽だろ。君が救世主なのか。そうかも。うっそ、タメ口使ってごめんなさい。え、別にいいよ。誰か探してるの。妹なんだ。いなくなってからもう3日も経つ。あちこち探し回ってるんだけど。どんな子。君より少し背が小さくて、青くて長い髪の毛をしていて、それと頭の上に青い羽が生えてて。ごめん、そんな子は見てないや。最後どこで見た。遺跡の内部、森に向かうって言ってたから、今はここで待ってる。どこもかしこも探したんだ。君は村の人？いや、理由は覚えてないけど、俺たちがまだ小さかった頃、父さんは村を出たんだ。それからずっと遺跡に住んでる。ま、今は俺とアルーラだけだけど、妹まで失うわけにはいかない。アルーラを探せというところですかね。変わった木、お、ロボットだ。水のサンプル採取進行中。久しぶりにロボットみたいなこっちに来てからほとんどロボット見てなかった。まだ従うのか。いや、ロボット多いな。どうも人間、研究所へようこそ。シルバーポイント博士からの指示で来たんですか。え、違うよ。ではそのままどうぞどうも人間、研究所へようこそ。いや、ミーは河川と。ではそのままどうぞ。ん、琥珀見したら変わるかな。良い一日を。君もね、変わらないわ。まあ、とりあえずちょっとこれ持っといてみるか。あら、どうして君は緑じゃなくて赤なの。いや、赤というより紫かな。でも目とかは赤だね。私は今週の苔サンプルを回収するために来ただけです。もうじき町の持ち場に戻ります。なるほど、こいつは町のロボットなんだ。苔サンプルの回収担当と。すごいね。ここはどうも人間、これが峡谷の主要発電機です。少し前にミート河川で一つ修理したんだ。あの海の向こうにある場所で。現在この発電機を修理する必要はありません。そうか、まあ電気ついてるしね。まあ一緒だ。発電機、これには機能するバッテリーがついている。前のところは俺たちが出ましたね。軽工事は現在新しく制定された法律の下で保護されている。採取しないでください。これか。
すごい木が光るんだね。蛍光樹の成長速度が近頃低下しています。もう木も育たなくなってきたのか。どうも人間こんばんは。複製した水サンプルを採取しました。欲しいですか？あの、私のプログラムによると有機生命体の生存には水が必要です。ですのでこれを提供します。いただきます。ということで、水の缶、ランウェイには水のサンプルとかってる。まあ水か。ビープ、水の最終プロジェクト再開ということで、じゃあとりあえずこれ装備していくか。異常感じた。あれは一体何なの？異常です。あれか、四角形。まあもうコンピューターも異常としか言いようがないぐらい何か分かってないってことか。こちらはもう終わりだろうか。左側はないね。ここが発電所で、ちょっと覚えておこう。今のところここはもう水以外は何もこれといってないけどね。さあどうしたもんか。ここが切り株エリア。よいしょ。右か。右に行ってみるか。だいたい中央部に当たるとこじゃないか。入り口がツタで覆われている。燃やすのかな。お、守護者みたいな。その太陽、お前が救世主か。塔に向かっているのか。うん、この壁から避難所に入ることができる。まずこの巻物に証明を。分かった。ペン持ってる？ない。紛失した。峡谷で探すといいだろう。書くものは見つけたか。書くものを探さないといけないのか。ここは壁に模様が。どうも人間、この下にある遺跡は部分的に浸水しているので気をつけてください。あ、ここには来ちゃダメ。さしてまた危険はありません。ですがこの中で住むことは推奨しません。ここが遺跡か。うわぁ、すごいツタだ。ツタがすごくて通れない。作物の異常成長みたいなやつなのかな、俺は。うわぁ、迷っちゃうよ。コンピューターだ。えっ、壁紙が紫になった。またあったな、河川。また手を差し伸べなければならないようだ。そうしなければニコはこの先に進めない。今回君に必要な情報はコンピューター上で最もアクセスしやすい場所にある。言ってる意味がわかるか。わかりました。デスクトップですね。ならすることはわかっているな。ということで、ちょっとここら辺に なんかあるんじゃないの。うわっ、これはなんだ。